のミニドラマ、大江戸菊ちゃんと村山社長のロマンチックモーニング、第52話。社長失礼します。ああ菊ちゃん。うわ社長、またお顔の半分を黄色、半分を黒く塗っちゃって、もう半月のフェイスペインティングは勘弁してくださいよ。まだまだ甘いの、昨日とは違うんじゃ。え？あ、ひょっとしてペイントが昨日と逆になってる？ほほほほ、逆転の発想じゃよ。いや、あんまり意味はないよな。まあそう言わずにこのスイッチを押してみなさい。えい！うわ、まぶしい！どうじゃ、このシャイニング半月の威力は。ですから、まぶしいです。ところが少し左を向くと、あ、三日月になった。さらに左を向くと、新月になった。これぞ月の満ち欠けじゃ。菊ちゃん、社長、菊ちゃん、社長、菊ちゃん、社長、どうじゃ、君は今社長室で宇宙の神秘に触れたわけじゃ。社長、今日はあのスイッチはないんですか？ん？わし自身を戒めるためにあえて作った脇腹こちょこちょスイッチのことか。さっきのボタンの反対側にあるが、それはもう恐ろしいほどこそばゆいので、絶対にいいか、絶対に押しちゃいかんぞ。えいやー、とりゃー、もういっちゃおう。やめて、持ってこい。持ってこいボタン。50肩に響きます。あ、いや逆にほぐれた気がする。よかったよかった。今日美味しいもの食べてから運動しないとですね。本当です、いっぱい食べましたね。そうです、はい。なんかでも美味しいもの食べると幸せになりますね。今日充実してましたね、なんかね。そういう面では充実していたね。よかったよかった、ありがとうございます、はい、というわけで明日も朝から